はい、皆さんこんにちは。今日は、スレーター行列式近似が与えるエネルギーの期待値というものを考えていこうと思います。まあ、特に今回は水素分子の場合、まあ、かなり、分子の中では一番、まあ、シンプルなものの、例になろうかと思いますけども、それについて、考えていこうと思います。電子も、まあ、2つしか入っていない系なので、まあ、式も扱いやすいということで、水素分子について、考えていきます。で、このスレーター行列式で、エネルギーの期待値を、出すっていうことは、ここから何につながるかっていうと、ここエネルギーの期待値を、極小化していくっていう、まあ、変分法ですね。前回やった考え方、変分法っていうのを使って、一番いいスレーター行列式近似っていうのを作ってあげると、それが量子科学の中でも、まあ、量子科学の、まあ、MO 法の一番基本中の基本になるようなハートリー・フォック近似っていうものを、与えるものになっていくと。まあ、今回はハートリー・フォック近似までは やらないんですけども、それの基盤になっているようなエネルギーの期待値っていうのがスレーター行列式で、波動関数を近似した場合にエネルギーの期待値というのはどういうふうになっていくかというのを、議論し、勉強していきたいと思います。で、そのためにはまず、水素分子のハミルトニアンというのはどんなものかと。で、まあ、ボルンオペンハイマー近似を使って、原子核っていうのを固定して、でその固定された原子核の範囲、原子核の位置に対して電子のハミルトニアンというのを考えていくわけですけども、その電子のハミルトニアンをどういうふうに記述するかというと、原子単位形で、書きます。まあ、これも、少し前に、動画で説明したので、まあ、ちょっとその辺は説明欄のところに、リンク貼っておくので、知らない方は、ぜひそちらの動画を見ていただければと思います。量子力学、量子科学の分野ではこの原子単位というのを使うと、まあ、下に書いてあるように、余計な定数が、厄介な定数がほとんど出てこないので、非常に、電子のハミルトニアンがシンプルに書けるということになります。で、まず、このハミルトニアンがどういう項で構成されているかというと、まず1つ目が電子1のハミルトニアン、電子1に対するハミルトニアンです。2つ目が電子2に対するハミルトニアン。そして、3番目、ここにあるのが、電子1、電子2の、クーロン反発を表すような項になります。で、まあ、当然ながらここの電子1に対する、演算子の部分、ハミルトニアンの部分っていうのは、電子1の、運動量、それから今原子核が A と B っていうふうに、こういうふうに2つあるわけですけども、この A から1、 A が1を引きつけるようなクーロン引力と、 B が1、電子1を引きつけるようなクーロン引力、この2つの和になっているっていうふうな括弧になっています。まあ、クーロン引力、プラスとマイナスの電気なので、電気なので、引力になりますので、それゆえのマイナス符号になります。で、電子2についても同様で、電子2も、原子核の A から引っ張られ、原子核の B から引っ張られということで、こういうようなハミルトニアンになります。で、こっちには当然電子2の座標は入ってないですし、こっちには当然電子1の座標は入っていません。で、この、1と2の相互作用するところ、この場合はクーロン反発ですけども、このクーロン反発には電子1の座標、2の座標両方が関わっているという、そういう部分になります。まあ、そういうような特徴で、まあ、ここの部分を H1 って書いたり、ここの部分を H2 って書いたりしています。で、まあ、こういうようなハミルトニアンが与えられた時に、どういうような、波動関数ができるでしょうかということなんですけども、今もう一回、ハミルトニアン書き直しておくと、まあ、さっきまとめた書き方ですね。電子1についての、ハミルトニアンと、電子2についてのハミルトニアン、それから電子1、2の、クーロン反発の部分、ハミルトニアンっていうのは、全ハミルトニアンっていうのはこういうふうに書けるわけですが、
ここ H1 と H2 を足した部分、これは電子1個ですかけている項の集合体なので、1電子演算子っていうふうに置いてあげること考えることもできますと。これ足すこれはこれですね。でここの部分は1つの項の中に2つの電子の座標が入り込んでしまっているっていうことで、2電子演算子っていう部分に、なります。でいずれにせよこのハミルトニアンについて、解いてあげると、まあ僕らの知ってる知識の中でもう、答えを出してあげると、シグマ、結合ですね、結合性の軌道と反結合性の軌道が出てくる、ヒュッケル法とか何でもやってあげると、まあ、こういうようなものになってるっていうのは、まあ、出てくるんですけども、で、そのうち、この、シグマ軌道に、2個の電子が入っていて、まあ、結合性の方の軌道に、電子が2個入っていて、アルファスピンを持っているもの、ベータスピンを持っているものということで、1つ目の、スピン軌道っていうのはこのシグマの空間軌道、分子軌道し、プサイシグマの R っていうふうに今置いておきますけども、それとアルファオメガっていう、アルファのスピン座標ですね、スピンがアルファを持ってますよっていうふうな、まあ、そういう、スピン軌道、まあ、合わせて R とオメガ合わせて X って書いておきますが、まあ、そういうふうなもの、スピン軌道波動関数が一つ目の、軌道になります。まあこれですかね。でも2つ目の軌道っていうのがベータスピンを持つもの、下向きスピンを持つもの。でそれがまあ今ファイ2っていうふうな2つ目の、スピン軌道ですよってしてるわけですけども、それは、空間の広がりとしてはこの、プサイシグマっていうシグマ、結合性軌道を特徴づけるような軌道ですね。それを今プサイシグマ R としてるわけですけども、それにベータオメガっていうスピンの固有関数、下向きのスピンの固有関数を表すものがついていると。まあこういうふうに2つの電子がどういうところに詰まってるかっていう、まあこういうふうな電子配置が、まあ、水素分子の規定状態については考えられますよっていうことが、まあ、出てくる、次に出てきます。じゃあその、この、2つのスピン軌道に電子が入っているときに、水素分子の規定状態を表すようなスレーター行列式はどういうものかっていうと、この X1X2 っていう電子1の、スピン空間座標と、2番目のスピンと空間座標の、まあまあ、そういう、2つの電子の座標の、まあ、関数として波動関数が書けるわけですけども、それはスレーター行列式で、ルート2分の1の、ΦX1、ΦX2、ΦX2、ΦX2 というの、まあ、こういうような、行列の行列式で、書けるということになります。でまあ、それは展開すると、まあ、こういうような形ですね。Φ1x1、Φ2x2、引くことの Φ1x2、Φ2x1 と、まあ、こういうような波動関数を持っているということをになります。まあ、これが、まあ、独立電子の近似と、それに加えて、スピン、電子の反対称性ですね、電子が区別つかないっていうことから波動関数はこの X1X2 の入れ替えに対して反対称性を持つというようなことを考慮して作ったのが、まあ、このスレーター行列式というものになります。でこういうようなスレーター行列式っていうものを使って、このハミルトニアンの、を、まあ、こういうふうに挟んで計算してあげて、エネルギーの期待値っていうものを、求めるということをやります。で、まあ、これをまあ、いっぺんに計算するのはちょっと大変なので、H ハットのそれぞれの項を別々に計算していこうと思います。
まずこの、H ハットの中にあるこの H1 っていう一番目電子1の、ハミルトニアンを挟んだ場合にどうなるかということですけども、まあ、それは、こういうふうなものですね。プサイの H の1のプサイっていうものをこういうふうに挟んだ計算なんですけども、これを展開すると、2つの電子の座標での積分ですね、X1、X2 での積分することの、まずこっち側ブラの方は Φx1 Φ2x2 マイナスの Φ2x1 Φ1x2 と、これの複素協約と、そこに H1 を作用させて、それに H1 の、ルート2分の1の、こっちかケットの波動関数ですね、ルート2分の1の Φ1x1 Φ2x2 マイナス Φ2x1 Φ1x2 ですね。でこれを、展開して、計算していくとどうなるかというと、まず一つ目は Φ1 スターΦ2 スターですね。Φ1 スター X1 と、Φ2 スター X2 で、こっち側からは、ケットの方からは Φ1 Φ2 っていうふうなものを選んであげると、Φ1 に関するものっていうと、まとめてあげると Φ1 スター、H1 Φ1 X1 と。で、2番目の電子のもに関するものは Φ2スター X2 と Φ2X2 ですね。まあ、こういうようなものになりますと。で、次。今度は、Φ1、まあ、一つ、ブラの方からはこれ。で、ケットの方からは、後ろの方を選んであげます。そうすると、符号がマイナスになりますね。ここにマイナスがついているのでマイナスになりますと。で、H、1番目の座標に関するものは、Φ1X1 スター、それから Φ1 スター、X1 スター、それに H1 をかけて、Φ2 の、X1 と。で後ろの方に Φ2 スターの X2、Φ1 の、X2 っていうのが出てくると。で、これがまあ、ここがまあ、2番目の電子の、項になります。因子になりますね。で、次は、ここの、2番目の部分と、ブラの方は第2項目で、ケットの方は1つ目を選んで、計算してみます。そうすると、Φh1 に、Φ2 スターの X1 に H1 を演算して、Φ2、そしたらこっちか。まあ、これとこれの組み合わせだったら、マイナスの、項がついて、Φ2 スター X1 に H1 をかけて、Φ1 の X1、それから、電子2に関しては、Φ1X2、Φ2X2 と、Φ1 スターの X2、それから Φ2X2 と。で、この最後の真ん中の3番目のやつは、この2番目とここの2番目を選んでくる。だから、マイナスマイナスの、符号を持っているのでプラスの符号になって、そしてまず1番目の座標を考えると、Φ2x1、 それからこっちからも Φ2x1 なので、 Φ2 スター x1h1 の Φ2x1、 それから2番目の電子のところは Φ1 スター x2 Φ1x2 というような感じになります。ちなみにこのルート2分の1、ルート2分の1があるので、まあ、この部分から、ここ、積分の前にくくり出してますけども、係数の2分の1がついてきます。で、ここの計算をするわけですけども、まず第2個目、このマイナスをついてるやつをよく見てあげると、この、
2番目の電子の積分を実行してあげると何が起こるかっていうと、Φ1、Φ2 っていうのはこれは規格直行性が出てるはずです。で、空間の方は同じ軌道なんですけども、アルファベータの違いがあるので、まあ、ゼロに積分したらゼロになるはずです。でこれは、なのでこの Φ2、Φ1 の部分は、消えてしまい、まあだからこのマイナスのこの2番目の項は消えてしまいます。同様に、この4番目の項ですね、 Φ1 スター X2 Φ2 X2、 これも Φ1 Φ2 の2つの軌道が直行することから、X2 で積分してあげるとここも、消えてしまいます。だから2項目4項目は消えるということになります。で1項目と3項目はどうか、このプラスの符号のところはどうかっていうと、2番目の座標で、積分してあげるとこの Φ2 スター Φ2 っていうのの積分になるわけですけども、これはただ単に、分子軌道の2乗を、積分してるだけなので1ですね、規格直行性からここは1になってしまいます。で同じくここも、Φ1 スターΦ1 の2乗の積分になるだけなので、ここも、ただ単に1っていうのが出てきます。したがって、4項出てくるんですけども、0じゃない項は2つしかなくて、2分の1の、まあもう x2 は、ね、での積分はもう実行したということにして x1 の積分だけ、残しておくと、Φ1x1H1 の Φ1X1 と足すことの Φ2X1 の H1 の Φ2X1 です。まあ1番目の、電子の演算子ということですね。まあこういうふうに書けますよと。でこの計算は、H2 ここを2番目の演算子にしてあげても、同じ括弧の式が出てきます。つまり、ここの中に2番目の電子の座標を入れたようなものに置き換わるだけになります。で、積分してる関数は一緒なんだけども、まあこの x1 っていうの変数がただ x2 っていう変数になっただけなんですね。なので、1番目に対する電子っていうものの積分なんですけども、それは2番目の電子に対する積分と全く同じ値になるはずです。まあこのことは波動関数を反対称化している、量子力学粒子の区別はつかないっていうような粒子の交換に対して、区別はつかないっていうことと、まあ、同じなんですけども、1番目の電子の演算と2番目の電子の演算というのは同じ値を出しますよということになります。したがってと1電子演算子の部分、まあ今 O1 っていうふうに置きますけども、これをスレーター行列式で挟んであげると、1番目の電子の演算子 H1 を挟んだ部分と2番目の電子の部分 H2 を挟んだ部分とっていうふうに2つの足し算で書けるわけですけども、ただ単に2分の1のこれが2回出てくるだけで、結局イコールの要するに、これが2回出てこれが、この積分が、2回出てくるだけなのでこの積分が2回出てくるだけなので結果として、Φ1H、Φ1。まあ、ここ、1番、2番って消しちゃってますけども、
どっち、何でもいいです。結局1番目の電子の積分も2番目の電子の積分も結局同じことなので、まあ、ちょっと今、1番2番というのを区別せずに書いていて、 Φ1 っていう、スピン軌道で H っていう1電子演算子を挟む、それから Φ2 っていうスピン軌道で H っていう演算子を挟むと、まあ、そういうようなものの足し算ということになります。ところで、Φ1H Φ1 っていうのは、どういうような計算になってるかというと、もう一回積分の形であらわに書いてあげると、 X1 っていうスピン空間座標を、での積分することの Φ1 スター X の H の、ここ、一応 R って書いてますけども、スピン軌道 オメガの座標ではないわけですね。 R、 あくまでも R 空間の、座標での、空間の座標の演算子になっています。それから、ケットの方が Φ1X ということになりますと。あ、そっか、あ、ちょっと今、もう、1番目2番目の電子のもうこととか、もう区別つけなくて良くなってるので、まあ、ここの積分に関しては、DX1 ではなくても DX にしときます。で、まあ、ここは XX ですね。もう、まあ、区別つけたければここに X1X1X1 でここ R1 ってやったらいいだけなんですけども、積分しちゃうと、まあ、R っていう風にしたものの、まあ、別に、まあ、もうこれ積分しちゃうとそれも電子1、2ってやってたのの意味もなくなっちゃうので、まあもうまあそのインデックスは消しておきますということです。で、この DX での積分っていうのは R での積分、空間1座標の R での積分とスピン軌道のスピン座標のオメガでの積分ということになって、で、この Φ1、Φ1 っていうのをもう一回スピン、あ、空間の、分子軌道の部分 と、スピン軌道の部分と分けて書いてあげると、プサイシグマの R と、アルファスターのオメガ、それから HR を挟んで、プサイシグマの R、アルファオメガというようなものが出てくると。で、これはどういうふうに計算できるかっていうと、アルファはアルファだけで、積分すればよくって、オメガの積分はが関係あるのはこのアルファオメガ、アルファスターオメガのところで、 R の積分で関係するのは、このプサイシグマ R と HR と、プサイ R のところなので、これ、分けて計算します。そうするとプサイシグマ H、プサイシグマっていうこの、部分と、アルファアルファ、アルファアルファの部分とっていうふうなものが出てきて、で、これの掛け算になって、ここのアルファアルファっていうのは、幾何直交性からこれ1になるので、結局、ここはどういう積分になってるかっていうと、空間座標、空間の、分子軌道ですね。プサイシグマ H、 プサイシグマっていうこういうふうな、空間の、分子軌道でこの1電子、ハミルトニアンを挟んであげた時の期待値っていうものが出てきます。同様にして、Φ2H、Φ2 っていうふうなこの第2項の部分ですねを計算してあげると、同様に、空間の部分のプサイシグマ H、 プサイシグマっていう、まあ、こういう、1電子ハミルトニアンの期待値の部分とベータの、ブラケットが出てきますと。このベータのこのブラケットの部分は幾何直交性から1になって、そして、ここが1になって消えると、結局この、空間の、分子軌道の部分のプサイシグマ H、 プサイシグマっていうところだけが出てきますと。で、結局、
第1項第2項ともにこういう式が出てきますよっていうことになって、結局一電子演算子の部分はどうなるかっていう と、このシグマ、プサイシグマですね、要するに結合性軌道の、一電子ハミルトニアンの期待値が2つ分出てきますよと。電子、まあこの2っていうのは電子が2個っていうことになりますが、分子軌道に分子、この分子軌道が持っている、一電子、まあ、この、分子軌道に対する、この一電子演算子の期待値が、1つ分の電子のエネルギーで、それの2つ分の、まあ、エネルギーが、まあ、これの期待値として出てきますよということになります。でここまでが、まあ、一電子演算子の部分で、まあ、問題になるのは、二電子演算子の部分で、実はこの R12 分の1っていうこの非常にシンプルな空論積力なんですけども、この、シンプルな空論積力のせいで、これが2つの電子の座標に関与してくるせいで、まあ量子力学っていうのはものすごく、量子科学っていうのはものすごく複雑なことになっているわけですが、まあその話はまた後々、詳しくやることにして、ここではまず二電子演算子をこの、スレーター行列式で挟む、この演算をやっていきたいと思います。つまり R の1、2っていうのをこのプサイ、2つのプサイっていう、スレーター行列式で挟んであげると。これはあらわに書いてあげると、先ほどと同様にブラの方からはルート2分の1の φ1x1φ2x2 引くことの φ2x1φ1x2 のスターで、 R12 分の1っていうのを挟んで、それからルート2分の1、ここからケットの部分ですね、φ1x1φ2x2 マイナスの φ2x1φ1x2 と。まあ、こういうようなものを演算すると、二電子演算子の部分の空論積力の期待値が分かりますということになります。で、これを頑張って展開して、先ほどと同様に展開して解いてみるということをやるわけですが、また例によって、このルート2分の1ルート2分の1のところから2つのルート2分の1があるので、まあ、2分の1という係数が頭に出てきます。であとはまあ淡々とこれを展開していくっていう、展開して4つの項を作っていくっていうことになるわけですが、それを見ていきます。まあ係数に、2分の1が出てきていますよと。そして、ブラの方からは φ1 スター、x1 スター、φ2 スター、x2 スターっていうのが出てきて、こっちも一つ目の、やつを取ってあげると φ1x1、φ2x2 と。で、R12 分の1を挟むと。で、2番目のもの同士を取ってくると φ2 スター、x1、φ1 スター、x2、それから R12 分の1を挟んで φ2x1 φ1x2 と。で引くことの φ1 スター x1 φ2 スター x2 と、ここはまあ一緒なんだけど、ここがひっくり返っているので、符号がマイナス、こっちはマイナスマイナス、こっちがマイナスマイナスで、プラスに変わると。でまあ φ、まあここはまあこうでいいですかね。φ1 スター x1 φ2 スター x2 で、こっちには φ2x1 φ1x2 で、ここは、ブラの方の部分の座標が入れ替わってて、ここにマイナスの係数がついて、だが、2つ目のやつ1つ目のやつの組み合わせですね。で、φ2 スター x1 φ1 スター x2 r12 分の1 φ1x1 の φ2x2 と。いうことで、まあ、計算がまあこう出てくるわけですね。でここでよく見てあげると、1番目の項と2番目の項は等しく、3番目の項と4番目の項が等しいということが分かります。どういうことかっていうと、
これ 1x1x2 で積分してしまうわけなんですけども、x1 と x2 とどうせ積分してしまうんであれば、この2項目のところで、x1 を x2、x2 を x1 で、置換積分してあげたら、結局この項の積分っていうのは この項と全く一緒になってしまいます。つまり、ファイに x1 だったところが x1 x2 で置換してあげると、ここ x2 になるし、でここはファイ1スター x2 になってたんだけど、ここはファイ1スター x1 になって、まあここと一緒になるので、まあここも以下同様で、x1 と x2 の置換をしてあげると、まあこの積分とこの積分全く一緒だということに気づきます。同じ手順で、この積分とこの積分は全く同じものだということに気づきます。でこの2分の1という係数を考慮すると、結局このファイ1ファイ2っていうふうなものをにかける R1 2分の1ファイ1ファイ2っていうふうな、まあ この、このこれの積分のことを今、こういうふうに書くっていうふうに、定義します。まあ記述法を定義します。でつまり、まあこの一つ目に書いてあるやつが、ブラ側にある一つ目に書いてあるやつが一つ目の電子で、二つ目が二番目の電子、そしてケット側のここが一つ目の電子で、ここが二つ目の電子、こういうルールで書いていきます。で R1 2分の1っていうのがめんどくさいので、この二重線でここ間書いておくと、まあ、これがここの積分ということに、しましょうと。でここの積分っていうのはここの積分と結局一緒ですよということで、係数は2分の1、2分の1だった、2分の1足す2分の1で1になります。でマイナスのやつも、ここどういう計算になっているかというと、ファイ1、ファイ2、ファイ2、ファイ1というふうな、計算に、なりますよということに、まあ、今の記法を使うとこういうことになりますと、いうことになります。まあ、これはまあただ単にこう整理整頓して、こういう新しい記述法を使ってあげるとこうなりますよっていうだけです。でこれが出てきて、もうちょっと、計算を進めておくと、またさっきみたいに、x1x2 の積分で止めるんじゃなくて、もう一回空間の部分 と、スピンの部分とに分けて、積分を実施したらどうなるかということを考えます。そうするとまず第1個、プラスの符号で入ってた方の二電子積分ですね、 ファイ1ファイ2ファイ1ファイ2っていう、これがどういうような積分になってるかっていうと、まあこういうような、ファイ1スター x1 ファイ2スター x2 でファイ1スター x1 ファイ1x1ファイ2x2 っていうのの、が R1 2分の1で、まあ、こういうをかけてこういうふうに積分するよっていうのが、これの意味ですけども、これはどういう意味だったかっていうと、書き下すと、R1 1番目の電子の空間座標、2番目の電子の空間座標、それから、1番目の電子のスピン座標、2番目の電子のスピン座標での積分することの、まず空間の部分を整理してあげると、プサイスターの R1 のプサイスターの R2 の R1 2分の1の、プサイの R1 プサイシグマの R2 と。でそれぞれのところにくっついていたスピン座標をちょっと後ろにザーッともう一回並べてあげると、アルファスターオメガ1ベータスターオメガ2アルファオメガ1ベータオメガ2というふうになります。で、こういうふうに、積分があるのあるわけですけども、ここが R1R2 に関わるところ、ここがオメガ1に関わるところ、ここがオメガ2に関わるところっていうふうに、分離できますので、それぞれの積分でブラケットを作ってあげると、
結局これはどういうふうな、ブラケットができるかというと、プサイシグマ、プサイシグマですね、ここの部分。で、二重線使って、プサイシグマ、プサイシグマ。ここは R1、R2 での積分を意味するもの、ブラケットになります。で、次は、アルファ、アルファ。これは、オメガ1での、ブラケット、積分に対応するところですね。次が、オメガ2で積分するところに対応する、ベータ、ベータのところですね。で、幾何学直交性から、この、ここの部分は1になるんですが、結局、ここから出てきたのはどういうふうな効果っていうと、プサイシグマ、プサイシグマ、二重線のプサイシグマ、プサイシグマっていうものになります。で、ここで、今、プサイシグマの R っていうのの二乗っていうのを、ロー R、つまり、波動関数を二乗すると、電子の分布関数みたいな、確率密度分布みたいなものが出てくるはずですね。で、そういうふうに、ローっていうふうな確率密度で、置き換えた場合、ここの、掛け算の部分っていうのはどういうふうに掛けるかっていうと、もともとのこの、R1、R2 の積分のとこから見てあげると、R1、R2 で積分することのここの部分っていうのは、ローの R1 かけるローの R2 の R1、2分の、割る R1、2というふうになります。つまり、これはどういう意味かっていうと、ローっていうふうな分布をしている電子1と、ローっていう、分布をしている電子2の、クーロン反発を表すような、もの。それが、こう、分布で、平均化されているようなものですね。お互いの、電子分布を感じ合いながら反発しているっていうふうな、解釈ができるような、項に、なってるわけですね。それが、ここ空論積分っていう、空論積分と言われるものになってくるわけですけども、空論反発、こういうふうにかけているものに、空論反発というものを、表現しているものになります。で、要するに、お互いの、分布をそのまま感じるような、お互い影響し合わないもの、お互い影響せずにお互いの分布を感じているような、モデルになっているということが分かりますが、当然、本来だったらここに、電子と電子がぶつかるような衝突みたいな現象とかがあるわけですけども、この中には、そういう衝突して、お互いの軌道が、ずれていったり崩れていくような、効果というのはここには、入っていないことに、なります。で、続いて、第2項の部分、マイナスの方で入ってた部分ですね。φ1、φ2、φ2、φ1 っていう部分、ここについて考えたいと思います。これも同様にして、x1、x2 の積分することの、φ1 スター x1、φ2 スター x2、で、r1、2分の1の φ1、x1、φ2、x2。で、ここの部分を、空間の部分とスピン軌道の部分、スピン座標の部分に分けていくと。積分も r1、r2 の積分、それからオメガ1、オメガ2の積分というふうにしてあげると、まず空間の部分だけここから取り出してくると、プサイシグマの R1、プサイシグマの R2、で、R1、2分の1のプサイシグマの R1、プサイシグマの R2 と。で、後ろにあるの、スピンの部分を取り出してくると、1番目の電子が、ブラの方でオメガ、アルファスターオメガ1。で、ベータスターオメガ2。で、ケットの方ではベータオメガ1。で、アルファオメガ2と。で、これをまとめてあげると、例によって、空間の部分は、プサイシグマ、プサイシグマの、プサイシグマ、プサイシグマなんですけども、後ろのスピン軌道の積分の部分が、オメガ1のところに関してはアルファ、ベータ、オメガ2のところに関してはベータ、アルファっていうことになっていて、幾何学直交性からここが0に、なってしまいますと。ここの2つの項が0になってしまいます。
したがってここの、掛け算はもう、ゼロになりますよと。本来ここからはまあ交換積分といってすごく重要な項が出てくるんですけども、水素分子の場合はまあここの部分がゼロというものに、なりますよと。一般的にはまあ消えないところなんですけども、まあ、水素分子の今みたいなケースでは消えちゃいますよっていうことになります。で、最後に、じゃあハミルトニアンの、この、スレーター行列式の、まあ、スレーター行列式近似を使った時の、まあ、このハミルトニアンの期待値はどういうものになるかっていうと、プサイシグマの一電子演算子の期待値、ここからはここは何を表しているかっていう と、空間軌道、プサイシグマ、分子軌道プサイシグマですね、結合性の、分子軌道を表すものの、運動エネルギー と、核からの空論引力の部分を表すようなもの、それが2つ分入っていますよと。それから二電子演算子の部分からは、2つの、電荷分布が及ぼし合うお互いの空論反発を表すような項が出てきますよと。こういうような形の、計算式が出てくるということが分かります。まあ、ここまでちょっと、非常に面倒くさいんですけども、水素分子に対してはこういうような計算ができるというようなところを今日は見てもらいました。今回はここまでにしたいと思います。